今までの入院ネタありますか一回その動画であげた頃ぐらいしかないじゃよね。あのー、天敵を打っている方の腕で血圧を測ったんだよ、その人。<laughs> 奇跡じゃない逆流エイェイイェイみたいなさ。で、なんか採血の時も、本当に病院の先生に褒められるぐらいの血管なのね。もう新人すぐ呼ばれるの。<laughs> なのに私、生まれて初めて血管を探られたんだよ。あれみたいな。あれみたいな。<laughs> で、なんか、 あれじゃねえんだわと思いながら一応刺さったんだけどブスッとされて痛って思ったのあんまり痛くなったことないから注射で痛いからめちゃめちゃちょっと痺れてる感じもあったの,あの足痺れてるような感じのビリビリ感これって痺れ初めてだらわかんないけどこれは痺れかなみたいな思ってちょっと痺れてる気がするんですよねとか言ったらあっもうちょっとなんでもう少しですからえぇ、ー、<laughs> もうちょっとなんで <laughs> でここ刺したとこが内出血になったのここはわかる ここ、ここに内出血できたのえっえー、ここ刺したのにここ内出血になったのなんだねはははははは。<laughs> 裏側までってなった。<laughs> それをさ、一回動画にしたことがあったじゃん。その入院した時の、みたいな。え、こんなことあるとか言ったら、そういうのって看護師に対してすごくプレッシャーになるので、やめた方がいいと思いますってすごい言われた。はははは。 で、なんか、私のお客さんに、看護師めちゃめちゃ来るのね。痺れてもやめなかったんですかそれはダメですって言ってて。あ、やっぱりそうだよね下手くそで終わらないですよ、それとか言われて。あ、そうなんだ、みたいな。<laughs> 多少痛くてもさ、注射だからしょうがないし、苦手でも何でもいいんだけど、それ全然いいんだよ、別にそんなのは。しょうがないよ。得意不得意はあるよ。そんなのはいいんだけれども、あの、痺れてますって言ってるんだが。でもよかったよね。何もなくて。健やかな左腕してますんで。もう結婚会計バンバン剤。もう結婚会計どうぞって感じ。<laughs>